へさき灯台の下、海沿いに立つ早期吉巨像へさき灯台は、福岡県北九州下宿菊半島の北東端、瀬戸内海藻灘に面した小高い丘のへさきに立つ石像の大型灯台。大政奉還により、江戸幕府最後の年となった慶応3年4月、兵庫開港に伴う外国船の安全航行を確保するため、 幕府がイギリスとの間で締結した大阪役場で設置を約束した5箇所の灯台の一つ。明治新政府が事業を引き継ぎ、灯台の父と呼ばれるリチャード・ヘンリー・ブラントンの設計により、1872年に関門海峡の東、スオー・ナダ口の九州側の位置に建設されたもの。現在、関門航路及び文字港の東南端となっている。この灯台は、 歴史的文化財的価値が高い A ランクの保存灯台で日本の灯台50選にも選ばれている。2020年に国の重要文化財に指定された。2016年10月3日より上り口の石段が一部崩落し、灯台周辺は立ち入り禁止となっていた。後、復旧工事が完了し、12月27日をもって立ち入り禁止は解除された以下の物件が、 国の重要文化財に指定されている。道東台には関門海峡を航行する船舶に、早友の瀬戸の潮流の状況を知らせる電光表示板が設置されている。ありがとうございます。